講師の認知度、はい、どれくらい、うん、ということで、はい、ちょっとデータ的には古いんですけれども、うん、2016年、うんうん、歯科衛生士および歯科技工士の復職支援などの推進に関する研究というですね、うん、報告書が上がってました、うん、はい、これであの高校生、うん、保護者、うん、教師、うん、それぞれに聞き取ったデータで、はい、高校生、うん、412人、うん、保護者、うん、1648人、うん、あのこれから技工士になり得る可能性があるとすれば、うん、高校生なので、まあ、高校生のデータと高校生のデータで400人ってめちゃくちゃ少ないですで、あと歯科技工士になろうと思うよでね、まあ、未成年なんでまだ、うん、じゃあそれあじゃあやってみろとかね、うんうん、いやいややめとけっていうのって、うん、保護者じゃないですか、うんうん、まあ、だからその人たちの認知度ってどうなのか、はいはい、っていうことも含めて保護者も入れます、はい、うん、はい、2016年なんでね、うん、まあ、ちょっと前なんですけれども、はいはい、このデータをもてにちょっと話を進めていきたいと思います、はい、高校生ですね、はい、どれぐらいの認知度か、うん、4種類に分かれてます、はい、他人に説明できる、うん、名前と内容は知っている、うん、名前だけ知ってる、うん、全く知らない、うん、この4つですね、はい、素晴らしい結果が出ております、はい、よろしいでしょうか、はい、他人に説明できる、うん、これがなんとゼロじゃないですねあゼロじゃない、まあ、ゼロじゃない、あ、うん、はい、なんと、はい、3.2%、 おお、すごいですね、はい、また親じゃないですか、親が技工士パターン名前と内容は知っている、うんうんうん、それ多分歯医者と衛生士が方も入ったんですこれはですね 15%、 うん、で名前だけ知ってる、うん、あ、なんか技工士って聞いたことあるなぐらいだと思うんですけど、うんうん、これが 35%、 はい、はい、じわじわ上がってきましたね、で全く知らないですね、はい、こちら、はい、とても素晴らしい数字が出ております、はい、46.4%、 さすがです、はい、もう半分近いです技工士に対しての認知度ですね、はいはい、うん、これを聞いてみて、はい、いかがでしょうか。そうなんじゃないかなっていう感じですねこれ2016年なんで、はいはい、今2024年じゃないですか、うんうん、まあ、8年くらい前なんです、はいはいはい、8年くらい前でこの数字ってことは、うん、今もしかするとですよ、うん、徐々に減ってるかもしれないってことですね。これもさらに周りに技工士がいなくなれば、まあ確かにそうか、その伝達もなくなるわけなんで、そうですね、うん、はいはい、減ってる可能性もあるわけじゃないですか。まあでも僕の YouTube があるんでね、もしかして増えてるかもしれないあ、そうですね前向きですね、さすがです、ポジティブ、うん、これまた批判できますねこれじゃあ保護者逆にどうなのかってね、はいはい、例えば高校生がね、俺は技工士になりたいんだって言った時にね、うん、賛成反対の意見を結構重いですよこれは、うん、高校生側からするとね、うん、そうそう、お金出してもらうわけなんで、うん、他人に説明できる、うん、10.8%、うんうん、名前と内容は知っている、はいはい、36.9%、うん、名前だけ知ってる、うん、41.4%、うん、全く知らない、うん、10%、うんうん、どうですかこの高校生ね、うん、技工士を増やそうと思っている、うん、技工士のあなた、うん、どう響いたか、うん、やっぱり高校生がね、うん、せめて名前だけでもね知ってもらえるパーセンテージが増えたらいいなと思いますね、うん、あ、知らなきゃもうどうしようもできないですもんね。そうですね、うん、そこはやっぱ気になるところかな。あ、やっぱ高校生のそこの認知度のところは、うん、もっと上げていかなきゃいけないのかなとは思いますね。そうですね、はい、もうこの時点でですよ、うん、半分は削られちゃってるわけですか、自然に知らないんでね、うん、そうですね、これちょっと残念ではありますね。そうですね、うん、でちなみになんですけどね、うん、このイメージ、うん、その技工士に対してのイメージ、はいはい、これのデータもありました、はいはい、魅力的か、うん、まあ魅力的、うん、どちらとも言えない、うん、あまり魅力的ではない、はい、魅力的ではない、うん、この5つですね、うんうん、なんですけども、うん、高校生魅力的だと思うよ 5.9%、 まあ魅力的に思うよ 16.7%、 どちらとも言えない 53.4%、 あまり魅力的ではない 19.9%、 魅力的ではない 4.1%、 こういう数字が出てるんですけど、これどうですか。
まあでも思ったより魅力的って思ってる人いるなって思いました正直。ああそうですね。他人に説明できるが 3.2% に対して魅力的が 5.9% だからちょっと上がってるんですよね。内容が分かればやってみたいって思う人が増えるのかなっていうちょっと印象。そうっすね。うん、まあいろいろね今のその現状ね、はいはいはい、あるじゃないですか。改善はしてきてるけれども、うん、やっぱこの今まで残してきてしまった爪痕が大きすぎて響いてきてるところあるじゃないですか、うんうん、濁して売ってますけど今僕負の遺産。そうそうそうね。これを知ってまあどう思うかっていうのもあると思うんですよね、うん、もしかしたらガーンと落ちてしまうかもしれないし、うんうんうん、まあ、それを変えていくのがね幸之助の役割だとは思うんですけれども、はいはい、ちなみに、うん、これはあれですよ、あの保護者のやつなんですけど、はいはい、魅力的が 6.8%、はいはい、まあ魅力的が 28.4%、うん、どちらとも言えないが 47.9%、うん、あまり魅力的ではないが 13.5%、うん、魅力的ではないのは 3.7% ですね、うん、どうですか。あんま変わんないですね。そうなんですよ、うんうん、むしろ魅力的側の方がちょっと多いぐらい、うんうんうん、それはやっぱ国家資格だからっていうのがあるからなんですかね。まあそうですね、それはあるかもしれないですね、うん、今後どういう活動をして、うん、ここを下げていこうかなと思ってますか。やっぱりあれじゃないですか、この発信し続けることだと俺は思ってるんで、うんうん、どうそのまあ登録者数増えるの増やすのもそうなんですけど、うん、まあ、地道にね、うん、職業講話とかもやってるんで、はい、あのやっぱそういうのも、地道ですけど、うん、やり続けていきたいなと思ってますね。そうですね、はい、つい今日の話ですよ、午前中の話ね。そうです、そうです、職業体験で。そうなんです、技工士知ってもらいましたもんね。今日2人知ってもらったんでね、うん、はいはい、まあ、だから自分ができることからやっていこうかなと、うんうん、もうそこのパーセンテージをじゃあ 10% にしますって言い切れないので、うん、はい、まあ、やれることをやっていこうかなと思ってます、うんうん、はいはい、そうですね、うん、まあ、なんか YouTube とかだったら、うん、逆に言うとちょっとしたきっかけで開いちゃって、あ、見ちゃったら、うん、あ、こんな人いるんだっていうね、うんうん、知るきっかけになるかもしれないですからね。そうですね、はい、うん、はい、まあ、まずはね知ってもらうところから、うん、思ってこの YouTube やり始めてるんで、はい、まあここはブレずにね、うん、やり続けていって、はい、まあ僕も無理せずというか、うん、そんな影響力もないので自分ができることからやっていこうと思います、うん、なんか協力してくれる人いればコメントでも DM でもくださいということで、今日この感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。